これ以上メンツ保てなくなったら困るんで、攻め込まなかったんじゃないですか？あ、言っちゃった。どうも、非いする国 TV のお時間です。さて、今日も楽しい中国メディアシリーズですが、日本を侵攻しようとした中国王朝、元以外に存在しなかった理由と題して、またもや興味深い内容がありました。最後のネット上の声もじっくりと見てくださいね。日本と中国は海で隔てられてはいるものの、隣国同士として2000年以上にわたって交流を続けてきた歴史がある。近代では戦争もあったとはいえ、それ以前は目立った争いは少なく、遣隋使や遣唐使のように親しく交流していた時代さえある。中国の歴代王朝を振り返ると、周辺国との争いが絶えなかったと言えるが、各王朝が日本への侵攻にあまり興味を示さなかったのはなぜだろうか。中国メディアの八卦号は、このほど中国の歴代王朝が日本をほとんど攻撃しなかった理由について分析する記事を掲載した。記事は、まず、東アジアでは古来より中国が最強だったと主張し、中国の歴代王朝は実力をもって領土拡張に動いていたと主張する一方、積極的に日本を侵攻しようとしたのは元くらいだったと指摘し、これは一体なぜなのかと問いかけた。日本を攻撃目標としなかったのには2つの理由があると記事は分析。まずは日本がそれほど脅威ではなかったからだ。王朝によって多少の違いはあったが、それでも各王朝にとっては陸続きの国や北方の遊牧民族こそが直接的な脅威であったと指摘、日本は海の向こうにある上強い海軍があったわけでもなく、脅威を感じなかったのだろうとしている。また、各王朝と日本の関係は特に親しかったわけではないが、特に険悪でもなかったとした。2つ目は、歴代の中国王朝の性格だという。古代の中国王朝には、戦いで得るものと失うものを天秤にかける理性があったと主張。海という自然の要塞に囲まれている日本を攻めるのは、骨が折れ、日本を攻撃するなら朝鮮半島を通らなければならない。そうなると、戦線が長くなるので不利になると指摘し、失うものが多い割に、資源が少ない日本から得られるものはわずかで、割に合わないと判断したと分析している。これはまた、中国大陸は資源が豊富でゆとりがあったという要因もあったはずと付け加えている。との内容です。中国メディアがいろいろと分析しているようですが、その指摘の他に、歴代王朝が日本に侵攻しなかった理由としては、一つ目に中国の国内問題が挙げられるでしょうね。まずは北方騎馬民族の脅威です。歴代の中国王朝は北方騎馬民族の侵入に苦慮し続け、万里の長城まで築いて長らく対抗していましたよね。しかもその北方騎馬民族は他の民族とは違い、戦闘部隊と補給部隊をセットにして行動するのが一般的だったため、遊牧民の移動集落そのものが軍事拠点だったわけです。つまり彼らにとっての戦争は日常的な経済活動と何ら変わらないものだったため、中国の歴代王朝は苦戦し続けたと考えられます。海を隔てた日本よりも陸続きで自由自在な遊牧民の方が脅威であったことは間違いないでしょう。次に中国内部の権力闘争の激しさが挙げられます。そもそも大陸文明の大きな特徴として、皇帝の座をめぐる体制内権力闘争が必ずと言っていいほど存在します。広大な土地を治めるためには強権が不可欠のため、どうしてもそれを不満に思う勢力が官僚や宦官、外戚を巻き込んでしまい、争いが長期化する傾向があるんです。そんな最中に、のこのこと日本に遠征なんてできないですよね。このように中国の歴代王朝は国内問題に撲殺された結果、日本に侵攻する機会を失っていたとも言えます。また中国が日本に侵攻しなかった2つ目の理由として、日本がそもそも強かったということが考えられます。中国メディアが言及しているように、中国の歴代王朝の中で唯一元だけは日本に攻め込んできましたが、その時の武士の強さは目を引くものがあったようです。通説では元寇の時には神風が吹いて日本側が勝利したと伝えられていますが、実際は実力で元軍に勝っていたとされているんです。というのも当時の武士は弓騎兵であるのに重装甲で、しかも刀を使った近接戦もできる重装弓騎兵だったらしく、いわば最強の兵士だったようです。さらに日本には装備だけではない強みもあったようで、この元側の資料である版海語録に当時の日本軍の評価が記述されており、それによると人はすなわち勇敢にして死を見ることを恐れずと書かれているんです。このような他の国にはない日本の強みに元軍も驚いたんじゃないでしょうか。そもそも窮地となれば逃げ出してしまう中国側から見れば、何があってもまっすぐ立ち向かってくる日本側の危機迫る形相を目の当たりにした時、むしろ恐怖を感じてトラウマにさえなるでしょうね。これらのことがそれ以降の王朝が日本侵攻をしなかった理由になったのかもしれません。このように中国の王朝が日本に侵攻しなかった理由はいくつか考えられますが、今の中国も当時と同じく国内問題を多く抱えていることでしょうね。習近平氏には思わぬところで足をすくわれないように教えてあげ、やっぱやめとこ。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。この記事に書いていること、中国の歴代王朝は実力をもって領土拡張に動いていたと主張する。戦いで得るものと失うものを天秤にかける理性があったと主張。つまり現共産党政権は、歴代王朝と同じ領土拡張。歴代王朝との違い、理性がない。だから、尖閣沖に資源があると分かって、急に中国の領土と主張したのですね。日本人は考えもしないが、中国の格言で日本人は一人の時は羊だが集まると竜になる。中国人は一人の時は虎になり、集まると羊になる。中国の年配層では当たり前に知っている格言。意味することは恐怖の対象。アメリカとガチでやってないから日本程度で恐れる。これが確かな根拠。元の軍隊、鎌倉武士の戦闘力が効いていたのと話が違うと内輪もめしだした。かくして、元の軍隊、戦意喪失で撤退する。この当時から、東アジア諸国は日本を敵にすることを避け始めたのです。史実正確に教えない、学べないから中国人はみんな。この論理、史実を知ったら、恥ずかしくて恥の文化ないから関係ないかな。日本に侵攻しようとしている中華人民共和国。何百年経っても結果は同様。時代は繰り返す。表題としてはこちらの方が美しい。以上、中国さん。いざとなれば我々は一丸となってことに対処しますんで、そこんとこよろしく。